やっぱスタートアップって遊び心ないとやっぱいいもんできないんで、サブスク小学生スタートアッププロジェクト、やっぱ聞くと刺激になりますね。はい。皆さん、こんにちは。リンク&イノベーションの山本です。ここ、代々木でですね、リクトキューブ東京というインキュベーション、この2月3月にオープンして、早半年くらい経ちましたけど、ものすごい数の人にですね、今、ご来場っていうか参加等いただいてますけど、今日は対談ですね、2階の、スタジオで対談をこれから取らせていただこうとしてます。ここにいらっしゃいます増田さん、IU っていうですね、情報経営イノベーション専門職大学、この IU の私3月から客員教授やらせてもらってるんですけど、増田さんがですね、IU の、職員でいらっしゃってですね、この3月からお世話になってます。で、ちょうどね、PR タイムズに3月、リリースさせていただきましたけど、ここ、実は IU のメディアラボで、B ラボっていうのがあるんですけど、B ラボの代々木カフェっていうことで、コラボレーションというかね、一応拠点にしていただいてて、私そこのオーガナイザーも3月からさせてもらってます。で、4月5月お互いちょっとね、新年度ってこともあって忙しかったんで、なかなかちょっとコラボイベント一発目できなかったんですけど、ここに来てね、今日は学生さんをお呼びして、ちょっと対談してみましょうっていうことで、お時間いただいてます。で、IU っていう大学は、私時々ね、SNS なんかでも投稿してるんですけど、ものすごい面白い大学で、3年前にできたばっかりの新しい大学で、東京都の墨田区初の大学ということで、今まで23区の中で大学がなかった区が唯一墨田区だったらしいんですけど、そこに 3年前に、開校された大学です。ここの大学の面白いのは、入ってきた学生さん、今義務ではなくなったらしいんですけど、4年間の間に何らかの形で起業に関わる、創業するっていうことが、もう本当に究極のゴールみたいで、就職率 0% みたいな広告も僕見たんですけど、就職するんじゃなくて自分でビジネス作っていきましょうよっていうね、そういう教育をされてる面白いところです。客員教授も500人 ?1000 人ね、1000人ぐらい目指されてるんですよね。だから本当ほとんどの方が、こういう起業家とか実務家みたいな方が外部にいて、1000人教員は本当に数%だって聞いてますけど、本当に面白い大学になります。で、今日はその中でも、まだ数少ないんだと思いますけど、創業すでにされたような学生さんをね、お招きして、ちょっと IU のお話とか、実際学生さんでも起業されてどうですかみたいな話を伺いたいと思ってます。で、その前にちょっと一回、増田さんの方からね、IU のご紹介とか、自己紹介ちょっといただけたらなと思いますけど。すでにたくさん説明していただいたんです。そうね、大体私、はい。IU でですね、Bラボという昨年の7月に立ち上げた、面白い未来をみんなで作るラボという研究所をですね、担当しております。増田と申します。よろしくお願いします。で、IU の説明ということで、IU は情報経営イノベーション専門職大学なんですけど、情報つまり ICT、経営ビジネスでイノベーションを生み出すプロを育てる。世界にない面白い大学となっております。で、3年目にはみんなインターンに行くっていうことだったり、あとその在学中の4年間に失敗してもいいからみんな起業してみよう。そしてビジネスのプロをその育てようっていう面白い大学。そうですよね。なんかインターンシップもものすごい時間確か長いんでしたよね。640時間ね、ほぼ労働者みたいなね、本当にあれだし、でも、すごく面白い企業ともつながってるみたいですし、あと、あれですよね、ファンドもなんか蘇生されて、学生さんの企業向けにね、そしたら、ちょっとお二人、自己紹介、順番にどちらからでもいいんですけど、してもらっていいですか。はい、皆さん、はじめまして、アップエース株式会社代表取締役と、IU の3年生の野呂匠と申します。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、IU の2年生でアップレース株式会社の取締役をやっています久貫悟と言います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。3年生と2年生ってことで、今1期目が3年生だからね、そうですね、僕もう1期生ってことで、そうですね、もう先輩ないです。2期生ってことで本当出来たてだと思うんですけど、アップレース株式会社、はい、ちょっとこれをなんか創業するちょっときっかけとか、はい、なんでこう1年違う学年で共同創業したのかとか、はい、ちちょっとお話聞いてもいいですか。はい、まずスタートが、僕と IU の職員の方からがスタートなんですけど、お話ししてる中で、その職員の方がちょっと教育系に興味があって、僕ももともと教育ちょっとやりたいなっていうのがスタートで、お話ししてる中で互いに感化されてて、じゃあ僕ちょっと IU で何かやってみますっていうので01っていう学生団体を立ち上げたんですよね。で教育に関して何かやるってことだけ決めて、で去年の夏とかにワークショップやったりしたんですけど、その時に、メンバーが僕含めて5人集まりまして、その中の1人が参加して、あ、そういうことなんですね。広く応募したので、年代が違っても参加してきてくれたっていうことですね。じゃあ起業される前にもうそういう団体の立ち上げみたいなことをやったと。そうですね、もう本当にゆるくもう枠作って、僕が何かやりたいって言って、それに対していろいろやってっていうのをやりたかったんですけど、結構コロナが厳しい時期だったんですよ。ちょうどそれに重なってんですよね、IUもね。やっぱり教育って対面でやりたいなっていうのが僕の思いであって、大学の授業ってオンラインが散々あったっていうのもあって、リアルでいろんな面白い体験したいなっていうのがあったんですけど、コロナでお呼び出しになっちゃって、で活動がないうちにメンバー何人か抜けちゃってっていう時期だったんですけど、その時に、墨田区さんと探究株式会社さんっていうところから、サブスク小学生スタートアッププロジェクトっていう、墨田区が主導しているサブスクの、小学生が夢を叶えるプロジェクト面白いに、参加してくれないかっていうお話をいただきまして、でやることが特にその時になかったので、じゃあぜひにっていう話で、小学生がそれぞれ5チームですかね、夢を叶えるために動いているところに参加させていただいておりました。今年に入ってからですね、そのプロジェクトが昨年大好評だったので、今年も続くっていう話になりまして、その時に、僕たちにありがたいことにお金を払ってくださるっていう話になったんです。で、お金を払ってくれるから、ちょっと業務をグレードアップしていろんなことやってほしい。で、その時に IU って起業をメインにしてる大学だし、契約的にも個別に契約するよりかは法人に契約した方がまあ楽なんだよねっていう話だから、せっかくだから登記してみてよって言われたんですよ。ああ面白い。先にビジネスありきだったんだ。そうだったんですよね。しかもそれもなんか教員と話してて、面白いなっつって始まったものがビジネスになってったんだ。そうですね、その教員の方とは今もずっと講義させていただいてますし、そのサブスクの紹介もその教員の方が窓口で僕の方にくださった紹介ね。墨田区面白いことしてるんですね、いろいろ。特に教育関連は力を入れてると思います。作られたのはいつなんですか、この会社を。会社の創業は5月12日、今年の5月2020年。じゃあ本当に34ヶ月ってこと？すごいっすね。創業するときにもう仕事があるってすごいっすよね、ある意味でね。そうそうそう、いてね。しかも区でしょ、相手は。そうですね、まあ間接的にですけど、かなりありがたいビジネスですね。いや本当にラッキーだったと思う。あとまあ社会的なほら意義もあるからね、いいっすよね。最初作ったって言ったじゃないですか、01っていうね。でそういうなんかアクションを起こすってすごい大事じゃないですか。その教員との話の中でそうやってすぐ起こそうっていうのはすごいですよね。そうですね、話してから起こすにしてもちょっとタイムがあったんですけど、でも何かやりたいっていう思いは僕の中にずっとあったので、じゃあ形にしてみようっていうので、とりあえず学生団体から、でそこからいろいろお話があって株式会社っていうふうにバージョンアップできたのはいいことだったと思ってます。でお二人が共同で出資して。そうですね、役員はお二人だけで、でサポートしてる人たちはまあ社員じゃないんでしょうけど、教員だったり、他の学生さんだったりで、大学からサポートいただいて。いくらぐらいで創業されたんですか、資本金。まあぶっちゃけ1万ですね。やっぱね、こんぐらい今はもう気軽に会社作れんだよっていうことをね、ぜひ発信していただきたいんですよ。1円から作れますから。1円でいいかって思ったんですけど、ちょっと面倒くさいので1万円くらいは出せるでしょうっていう。1円で作ろうとするとね、銀行口座作れなくなっちゃう。いやそうですよね。あとはその学生さんがこの時間ってほら、ビジネスが仮にうまくいかなくても生きていけるじゃないですか。スタートアップ始めるのにぴったりなんですよ、この時期。いや本当にそう思います。しかも若いし、体力もあるし、パッションもあるし、動きさえすりゃほらいろんな人が手伝ってくれるでしょうし、この大学まさにそうだから、この時始めてある程度バズったらビジネスもう無敵ですよ、その後。就職率ゼロの意味がね、ここでよくわかるんですけど、そうやって今年作られて、で今はどうですか、その墨田区との案件が本当に動き出してて。そうですね、具体的には7月からもう応募してくださった小学生のチームの選考が終わって、もう動き出して1ヶ月ちょいですね。いろいろ日々動きがあって、こちらも把握するのが大変ではありますけど。じゃあ小学生が叶えたい夢って どんなのがあるんですか？5組選ばれる。そうですね、昨年でいうと例えばおばあちゃんの味を宇宙食にしたいっていうので。何？宇宙食です。その子がロールキャベツが好きで、おばあちゃんのロールキャベツを宇宙食にしたいって言って、NASA とかに行ったりして。ああ、すごいねそれ。でそこでアストロゼネカさんっていう墨田区にある会社があったんですけど、そこの方にインタビューしに行ったら、宇宙飛行士の方とつなげてくださって、その場で Zoom で対談が始まったりとか。もうそれは墨田区のすごいところだなっていうのが実感できたんですけど。それすごい。で結局その子は、レトルトでロールキャベツを作るところまで終わって、あと検査が完了したら宇宙食になるかもしれないっていう段階まで、6、7月から2月までが期間なんですけど、その期間に完成させちゃいました。それ去年の話よね。そうですね、かなり本格的ですね。実装までしてるっていうのがあるんですよね。でしかもビジネスになるみたいな話ですね。そうですよね。でも全部が全部ビジネスっぽい話じゃないんですよね、多分夢みたいなのは。一応社長育成プログラムみたいな。じゃあちょっと本当にアクセレータープログラムみたいになってるんですか？そうですね、ちょっとお金の取り方、じゃあどうしようかっていうのを僕たちと相談するっていうのも一部ありますね。でそのマネジメント運営みたいなことやってるみたいな会社なんですよね。そうですね。そうするとね、メインとしてはその区との間に入って、はい、そうです。小学生のアイデアの案件がビジネスになったら、区もサポートするでしょうけど、また IU とか皆さんがね、一緒にその会社の運営手伝ったりとかって、広がりますよね。そうですね。今年新たに5チームできたんですけど、実は前年度の5チームのうち4チームはまだ継続していまして、そのビジネス自体も継続してますし、僕たちとの関わり合いも継続して、月1でお話しさせていただいたりして、じゃあ今月どうしようかっていう話とかをさせていただいてます。9案件になってるわけだ。そうですね。それどんどん増えていくって感じなんですね。実際に昨日居場所づくりに関して、悩んでいる小学生がいて、で友達と遊びたいのに場所がないっていうことで、ミリオン%さんっていう株式会社さんの場所を借りて、誰でもいいから友達とかみんな呼んでって言って、呼んでボードゲームをやるっていうのをやってましたね。一案件一案件は皆さんの、同級生みたいな IU の学生さんが、そうですね、こう関わって、学内でその募集して、こういうの興味のある人いないって言って、ちょっとうちがマネジメントするしお金出すからやんないって言って、学生さんにアルバイトだみたいな。一応アルバイトとして契約してるんで。すごいね。そうするとね、こうやって学生さんが作った会社でインターンシップとか、普通にこれから生まれそうですよね。実はちょっと話があったんですよね。あとこの小学生たち影響を受けて IU に入ってくるでしょうしね。そうですね。なんかそこら辺もせっかく墨田区に面白い大学があって、墨田区の子どもたちだしっていうのがありますね。5件が9件になって、また来年も増えるんでしょうし、本当になんていうの、その小学生とか、まあ皆さんですらそうですけど、発想がね、やっぱスタートアップって遊び心ないとやっぱいいもんできないんで。本当に西海岸とかで生まれるようなスタートアップって、マジなんていうんですかね、本当に砂場で遊んでる人たちが作ったんじゃないのみたいな発想が生まれてるんですけど、上場まで行っちゃうんでね、これすごい面白いことですよね。やっぱ頭固くなっちゃうんで、大人になるとね。なんでそんなのビジネスになるわけないじゃん。僕もです、僕もですね。だんだんそうなってくるんですよ。いや、なります。だからなるべくそうならないように、僕もこういうリクトキューブみたいなのを作りましたし、IUとも関わりたいと思ってる、そういうことなんですけど、やっぱ聞くと刺激になりますね。それで言うと、その小学生自身のこれやりたいとかあれやりたいっていうのも、正直自分らもその意見で来るんだっていうでしょ。驚くでしょ。おーってなることが。そりゃそうですよ。だって彼らにしたらもうかなり大人じゃないですか。自分らもやっぱりその IU でビジネス思考みたいなフレームワークがどうのこうのっていうのが、いい意味でも悪い意味でもこういっぱい知っちゃってる。そうね、そういう目線で見ちゃう。型にはまっちゃってね。課題も無視に、そういう意味では小学生9チームからどうか教わってる感じですよね。逆にね、遠慮なく意見ぶつけてきて、そうだよね。そうじゃないですかね。これやりたい。ないない。しかも宇宙食にしようっていうのがね。でこういうお二人が教員になるってこともあるでしょうね。IUのね。まだほら3期目だからあれですけど。でもいますよね。IUの教員になりたい。いるでしょ。で教員になったって別にスタートアップしながら教員すればいいだし、ね、さっきみたいにメンターみたいなこともするんでしょうから、いいかもしれないですよね。そうするとこれ結構軌道に乗ってるように僕はすごく感じるんですね。だって普通は作って全く案件ないところから始まるんで、営業とかね、いい立ち上がり方してるんですよ、聞いててもね。しかも相手がいいからこれ結構いいとこまで行くんじゃないかと思うんですけど、なんかこっから先ちょっと展望とか夢とかどうなんですか？他の事業もやるとか感じなんですか？これに集中するとか。はい、そうですね。それで言うとぜひ他のやつをやりたいなっていうのを思っていて、並行して。そうですね。シリアルアントレプレナーだ。ここもまあちょっと一個の会社ではやりたいんですけど、もともと01がその中高生とかに向けて教育関連の何かサービスを提供したいなっていうざっくりとした。さっきのコミュニティね。そうですね。団体がありまして、今考えているのは中高生に向けたサードプレス事業、サードプレスの提供っていうのがありまして、いつ来てもいいしいつ帰ってもいい、何してもいいような場所っていうのを提供したいと思っていて、でそこにコンテンツ詰め込んで他のところイベントを呼ぶなり自分たちで作るなりしてイベント企画運営までした場所っていうのをぜひ作ってみたいなっていうのが今のところ考えていることです。リクトキューブっぽいじゃないですか。いや本当にさっきリクトキューブのお話伺ってて、いやすごいな。それの小学生版だよね。僕の場合はまあ小学生まで相手にしないけど、だけどお子さんも来るんですよ、ここ。あのイベント内容によっては。だからまたここもね、はい、コラボで使ってもらうとかね、もし代々木が遠くないんだったらしてもらえばいいし、まあキャンバスも使えますもんね、多分ね。ああいうのね。はい、でもそういうね、今やっぱこういうコミュニティの時代なんで、はい、ちっちゃいとか大きい関係なく、そういうのをね持つとね強いですよ。プラットフォームになるんで、これ何でもビジネスになっちゃうんですよ。そこで物が売れるとか売れないっていうよりも人が集まるんでね。それが小学生っていうところがまた面白くて、誰も作んないでそんなの。でしょ？作んないでしょ多分。この遊び心がなかったら無理じゃないですか。だって大企業がそんなのサードプレイス子供向けに作るって思わないと思うもん多分。それは悪い意味でですよ。硬いから、はい、マネタイズできないと思っちゃうんで。僕のここだってリクドキューブだって絶対大企業で企画通んないですよ。もう僕は間違いない大企業にいたでも分かりますけど、はい、けどやってみると誰もやってないんでバズったりするもんなんでね。だからやっぱワクワクすることって大事ですよね。こういうスタートアップとかビジネスってね。だからやってる本人が楽しくなかったら絶対お客さんもフォロワーもついてこないし、逆に楽しんでたらその小学生だけじゃなく周りが楽しそうになってくるんで、勝手に人集まってきますからね。来てくれた人が楽しんでくれるような場所がいいですね。まあでもさっきの今やってるビジネスとこのサードプレイスのビジネスとシナジーありますもんね。ありますね。だからいいですよね。そうですね。なんか結構傾向として何かを作るっていう子がちょっと多いんですよね。宇宙食だったりとか、例えばオルゴール作るとか、あとはなんか文字でデザインを作るっていうのもあったんですけど、何かを作るっていう子が多くて、でやっぱビジネスにつなげようとすると売るじゃないですか。で売る場所が必要になるので、まあとかあと子ども食堂とかもあったりしたので。その食堂をやる場所が必要っていうので、結構カフェとかね。そうですね。なので場所のに対するその価値っていうのがコロナ以降で下がってはいますけど、もうこれからまた上がるんじゃないかなっていうのを思っております。また今後の展開が楽しみですね。どうなったんですかみたいな話をまた聞かせてもらいたいですね。ぜひ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 です。本当にそれは。その間にちょっと代々木でコラボしましょう。もちろん小学生連れてくるとか。ぜひぜひお願いします。なんか社会性のあるイベントやりたいんですよ僕も。まあ IU もちろん協賛というかコラボでねできるし、そういうものにちょっといろんなデジタルとかね、それこそさっきの IU じゃないけど ICT 使ってやるっていうのをね、ちょっとやってみましょうよぜひぜひ。面白い。じゃあちょっとこれ皆さん、まあ、こんな感じでですね IU の、まあ、教育プログラムもね本当に斬新なんですけど、学生さんがやっぱしっかりしてますよね。ちゃんと喋れるし20歳そこそこでしょだって、まあ、これでやっぱアクションちゃんとしてるのがすごいなって思うんですよ。だって会社作ること自体がそうでしょ。そうですね。1万で作ってみて、あ、作れんだみたいな、あ、やれんだみたいな。いやもうなんかいろいろまごまごしてた時期はあったんですけど、まあとりあえずやってみようって。やっぱそう思うでしょ。いやもうあの時間は何だったのよ。そういやなります本当に。しかもこんな仕事になると思ってなかったでしょ。いや思ってませんでした。でも踏み出すと勝手に来たりすることもあるみたいなね。今後ぜひ。半年ぐらいは継続的にウォッチさせていただくという意味で、はい、よろしくお願いしますよ。よろしくお願いします。はい、私も関わらせていただいて、ぜひ。まあ、今日見ていただいている方々もね、こういった学生さんね、これから多分もっともっとスタートアップ作っていく時代になっていくと思うんで、まあ、社会全体でね、こういうのを応援できたらいいし、まあ、応援だけじゃなく、さっきね、小学生から学ぶって言ってましたけど、僕らがこうやって学べるんでね、こういう活動を IU がやってるってこともそうですし、Bラボもそうですしね、あと DICTQ もそういうことをやるためのコミュニティなんで、興味関心ね、持っていただければなと思います。はい。今日は第1回ということで、またぜひ半年ぐらい、そうですね、情報交換お待ちしていますので、今日はお時間いただきまして、はい、ありがとうございました。はい。